チャールズ・ウッドソンは、アメリカ合衆国オハイオ州フリーモント出身の、アメリカンフットボールの元選手である。コーナーバック、セーフティとして、NFL のオークランドレーダース、グリーンウェイ・パッカーズで18年間プレーした。ミシガン大学で、カレッジフットボールをプレイしたウッドソンは1997年、オフェンス、ディフェンスの両方で活躍し、チームの全米チャンピオン制覇に貢献した。 ウッドソンはこの活躍によりこの年のハイズマン賞を受賞した。ウッドソンは1998年の NFL ドラフトでオークランドレーダースから一巡目全体4位の指名を受け NFL 入りした。1年目から全試合先発出場、コインターセプトの活躍をしたウッドソンは最優秀新人守備選手、プロボール、オールプロに選ばれた。 2001年シーズンまでチームの中心選手として活躍したが、2002年シーズン以降、度重なる怪我に悩まされ、2005年シーズン終了後にフリーエージェントになった。2006年シーズンからグリーンウェイパッカーズに移籍したウッドソンは、怪我に悩まされ、思うような成績を残せなかったレーダース時代から変貌し、新人時代のような輝きを取り戻した。 2009年シーズンには9インターセプト3タッチダウンを記録して NFL 最優秀守備選手に選ばれ2010年シーズンにはチームの第45回スーパーボール制覇に貢献した2013年シーズンからフルスレーダースに復帰したウッドソンは3シーズンにわたり先発フル出場をして2014年には自己最高の111タックル2015年には後、 インターセプトを記録する活躍をした。2015年シーズン限りで引退したが、この年にはプロボールに選出され、1990年代、2000年代、2010年代の3時代においてプロボール選出された数少ない選手となった。2021年2月、プロフットボール殿堂入りした。引退後は ESPN の解説者を務めている。ありがとうございます。